こんにちは、おちゃみです。今回の動画はこちら、クリスマスを楽しむワクワクピース開封です。リムーのクリスマスシリーズは2箱だけにしてみました。そしてスカルパンダのバッジとポップビーン1袋、この中には5個だか6個だか入ってるはずなんですけれども、このポップビーンの開封、そしてスイートビーンのこちらのブリスターパッケージに関しては、ポップマートのクリスマス企画の中でもらえるプレゼントになっております。いや本当にね、どれも早く開けたくってワクワクしちゃうんですけど、じゃあクリスマスと関係ないものからまず開けていきましょうか。ではスカルパンダ開けていきたいと思います。こちらはスカルパンダのフィギュアシリーズの、まあ、一環としてグッズが出てきたものなんですけれども、バッジのシリーズになります。もともとのデザインとして好きなのはこのスノーってやつとか、この赤い子、このあたりがすごい好きなデザインなんですけど、お店に実際飾ってあったものを見た限りは、このね、緑がとにかく一押し、これが本当に欲しいです。キラキラしてたのがこの緑とこのお隣の青、この緑青とこの白い子とこのムーンとウィンド、このあたりだったかな、確か記憶としてはこのあたりがめっちゃキラキラしてたと思うんですよね。なので、バッジに関してはこの5個あたりが出てくれたらいいなと思っています。それでは開けていきましょう。よいしょ。さ、1個目。あ、なんか変に開いちゃった。お。薄い。いきます。あ、これ裏だな。こうだな。1個目はこちら。あ、赤い子だ。赤い子来ました。あのね、フィギュアのデザインとしてはこれがすごい好きだったんですよ。ただね、バッジでは、これキラキラしてないんですよね。あんまり。あんまりっていうかね、やっぱりこのキラキラの要素はないですね。緑とか白いやつとか、あと青だったかな、その辺はね、ものすごくキラキラしてたんですよ。グリッターっていうかラメがめちゃくちゃいっぱい入っててキラキラだったので、バッジはね、そのキラキラが欲しいなぁと思ってたんですが、フィギュアで大好きなこの赤い子が来ました。今回はこういったマグネットバッジですね。こんな感じ。こっち。基本的にはスカルパンダって赤が似合うなっていう風に私は思っているので、めちゃくちゃ可愛いデザイン来てくれたと思います。1個目は赤でした。カードはこういう感じでした。カードはこういう感じでした。ちょっとかっこいいですね。金の白押しみたいな感じになっています。はい、じゃあ2個目です。サクッといっちゃいましょう。あら。あらららららら。あれ、なんか今回うまく開けられない。よいしょ。わ、汚くなっちゃった。はい。2個目は何でしょうか。キラキラが来てくれるといいな。キラキラに輝いてるのが欲しいです。2個目は、これも裏か。こっちか。せーの。よいしょ。キラキラゲットならず。うわ、可愛いけどね。これタケノコですね。竹。可愛いけどさ、キラキラが欲しかったんですよね。あー、結構2個買えば1個ぐらいキラキラかなと思ったんですけど、キラキラじゃないやつ2個とも来ちゃいましたね。まあ、デザインはとにかく好きです。何回も言ってますが、かっこいいですよね。元からね、キラキラがないって知ってればそんなに、キラキラに言及してなかったんですけどね。飾ってあったのがものすごい光ってたので、ちょっとね、そっちに目を奪われてました。よく考えてみたら、しかもこれ表紙の子だしね。いいんじゃないでしょうか。こちらが裏です。カードはこちらです。バンブー。それでは次は、クリスマスのディムーに行ってみたいと思います。これはね、どうやらちょっとこの
窓がついてて、この中にね、背景になるような紙が入ってるみたいなんです。ラインナップはこちら。1,2,3,4,5,6 種類プラスシークレット。もうこのシークレットとにかく欲しいんですよね。もうね、もう本当に欲しいこのシークレット。出なければ私はちょっと後々狙って買ってしまうかなと思ってます。もう本当にものすごい欲しいシークレットでした。あとはね、この子がどうやらライトがつくらしいんですよ。なのでちょっとこの子も気になりつつ、まあでもせっかくならサンタさんが狙いかなっていうところで開けていきたいと思います。よいしょー、開かない。なんか開きにくくなってる気がする。なんかすごく汚くなっちゃった。なんかうまく開かないな。あらー、これはですね、もうパーツで分かりやすい。開けちゃいましょうか。パーツ出します。せーの、よいしょ。これ三つ子ちゃんのやつですね。ここになんか入れられるみたい。なんだかいろんなものが出てきましたよ。おお、なんかすごいいっぱいある。なんだ？これはメリークリスマス？メリークリスマスで、なんかこれは数字が書いてありますね。さ、わわわわわわ。これも一緒に入っちゃってるから。なんか今回全体的にうまく開けられない。下手くそ。わあ、すごい、かわいい。三つもあるってなんか嬉しい。こちら一個目。これはトナカイかな？これで三つ目。なんか氷っぽいイメージなのかなと思うんですよね。透明で、かわいい。この背中に恐竜のゴツゴツみたいなのがね、ついてますね。で、わかりづらいかもしれないんですが、よだれかけみたいな感じで、これをスタイっていうのかな、つけてますね。赤ちゃんっぽい感じなのかな。三つをこんな感じで入れてあげます。で、ここのところにさっきのメリークリスマスが入ると思うんですね。こんな感じですかね。見えるかな？ここ。かなりわかりづらいかもしれないんですが。あ、こうやるとわかるかな？メリークリスマスってなってます。危ない。結構ガタガタしてるので落っこっちゃいそう。リブーのリボンもちょっとね、カチコチしたような、少しこうアイス感があるようなリボンになってますね。カカシの時のリムーにちょっと顔が似てる。カカシ持ってきます。ほら。これハロウィンの時のカカシのディムーなんですけど、なんかちょっと似てて可愛い。しかも両方とも青い目でしたね。このね、なんかいつもと違うディムーの顔って結構好きです。可愛い。で、両方ともこの子とこの子がお隣にいる感じですね。こちらがカードでーす。はい。でね、箱の中、これですね。箱の中が、こちら、こういうカードが入っていて、これで、こうやってね、背景を楽しむようにできてます。じゃーん。紙の上のところにもこのお友達が載ってますね。メリークリスマス。はい、そしたら2個目開けていきまーす。よいしょ。今度こそ綺麗に開けたい。か、最近この形になってからうまく開けられない。うわー。よいしょ。あ、なんかこれもパーツ入ってる。なんとかパーツを
避けて、はい。あ、全然さっきと違う感じですよ。何かな？せーの、よいしょ。あ、はーはーはー。かわいい。キツネ？なんか氷っぽいキツネ？っていうか両方白っぽいの出てきちゃいましたね。っていうかボリュームがすごい。パーツは、これ。雪だ。は、なんか、今回両方とも真っ白で色のないものが2つ出てきちゃったけど。雪の玉と、あ、足跡ついてる。かわいい。足跡のついた雪玉と、あとはね、これ楽しみにしてました。雪の妖精？ほら、ちょっと魂のように体の部分がふにゃふにゃんとなってますね。ほら。雪の妖精の魂みたいな。支える棒かな。よいしょ。結構ぎゅうぎゅうに詰めましたが、こんな感じ。カードはこちら。スノーボールエフェクト。これね、よく見ると、手はね、普通なんですけど、足、肉球がちゃんとついてる。ほら、かわいい。で、この、あ、そういうことか。この子の足跡？まあ、サイズは違うとはいえ。かわいいぞ。それで、こういうところがね、ほんのり薄ピンクです。こういうところ。ほんのり薄ピンク。透明感のあるパーツに、ちょっとこう白が吹きかけてあって、で、この耳の先とか、尻尾の先が、本当にうっすらピンクになってます。動きがあって可愛い。で、結構ね、よく見たらちゃんと視線も、目で追ってるようにちょっと内側向いてますね、これが。ほら。ちゃんと見つめてるの可愛い。上向いてるとかほんと可愛い。このちっちゃい妖精さんも何気に可愛いですね。妖精さん？魂？これの背景はね、雪山と、ここにこう雪玉の、リムとかそのお友達の雪玉があって、で、ここに妖精さんがいますね。こんな感じ？とにかくこの子の視線が可愛い。ちゃんと追ってるみたいになってます。ではね、こちらのスイートビンを開けていきたいと思うんですが、これはね、いろんな入手方法がありました。海外のサイトでいくら以上購入でプレゼントっていうのもこれだったと思うし、確か。あとは日本で、まあ、店舗限定にはなってしまうんですが、6000以上購入した人の、ガラポンじゃないんだけど、くじがあって、そのくじを引いた時にスクラッチして、一等賞がこれっていうことで、結構一等賞いっぱい当たるようにはなってて、まあそれでゲットさせていただきました。イエーイ！引きが強いですよね。あとは、クリスマスの時に2万円以上購入した人、これはオンラインの話なんですが、2万円以上購入した人に、ブリスターが1個ついたの、プラス、ブラインドトイが4つとかだったかなっていうようなものがあったんですが、それでブリスターがこれっていう人もいたみたいですね。いろんなバージョンがあるみたいです。で、開けるとこんな感じです。もう開けてあります。これはね、特にこう、開くとかそういうことじゃなくって、まあ、クリームサンドクッキーみたいな、そういうデザインのフィギュアになります。だから開くわけじゃない、この置き型のフィギュア。結構ね、こんがりとした美味しそうな感じにできてるんですよね。スイートビーもどっちかっていうと、後からじわじわ好きになったキャラクターなんですけど、これね、本当に可愛いんですよ。ラッキー。めっちゃラッキー。クッキーサンドのスイートビーンっていう感じですね。一応2023って書いてあるんですよね。だから、ずいぶん昔にあったものっていうんじゃなくて、ちゃんと
作られてますよね、新しく。だから中国だとこれ売ってるものなのかもしれないですね。日本発売は多分してないと思います。それでは最後にポップビーンです。これね、実はこんなにもたくさん種類があるみたいなんですよ。で、その中の何個だったかな、5個か6個か、多分5個だと思うんですけど、15分の1になるのかな。シークレットとかは多分なくって、15種類の中から、5個が出てくるんだと思うんですけれども、何が出てくるのかすごい気になる。でね、今までだったら 100% スカルパンダ一押しで欲しかったんですけど、まあポップビーン正直スカルパンダちっちゃいの持ってるんで、であれば今までに持ってないこのね、フボボとかね、あとはこのススミ、このあたりめっちゃ欲しいですね。今までのポップビーンのちっちゃいやつだと、このモリーちゃんとかスカルパンダ、ディムーとかね、こういうところずっと最初の頃のポップビーンで持ってたものなんで、まあ出てないフボボとススミちゃんが欲しいなと思ってます。さあ開けていきましょう。これは本当に楽しみですよね。こんな感じでコロコロコロ、あれ、コロコロコロ、5個、やっぱり5個ですね。これってどうなんだろう、袋の端っことかに名前書いてあるのかな、ちょっと見ちゃおうかな。あ、書いてない、何も書いてない。これまさか被ったりしないですよね。それが一番怖い。5個で被ったらマジで嫌なんですけど。ま、じゃあ1個目から行ってみましょう。本当にすごい楽しみ。開かないで。よいしょ。さあ、栄えある1個目。ワクワクする。ちっちゃいぞ。せーの、よいしょ。あ、スカルパンダだ。え、嬉しいけど、いや、めっちゃ嬉しいんですよ。まずはめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。いい引きだと思う。ただね、ススミとフボボ、欲しさがかなり欲しいっていうレベルなので、それが出るかがね、私にとっては今回重要です。でもスカルパンダは本当に嬉しい。はい、服と書いてあります。もしかしたらめちゃくちゃ幸先のいいスタートの可能性もありますよ。いや、嬉しい。スカルパンダ嬉しい。さて、2個目どうでしょうか。フボボとススミ欲しい。フボボとススミが欲しい。いくよ。せーの、よいしょ。なんだ？はい、あ、のりちゃんね。のりちゃんはね、あんまり持ってない子なんですよ。かわいい。これは日本のアーティストさんですよね。あ、漢字が違う。じゅんってなってますね。順風満帆の順ということで。これもなんか雰囲気がいいぞ。じゃあこれで3つ目。よいしょ。いくよ。すすみとふもも出るか。せーの、3つ目。はい。あ、プッキー。プッキーもめっちゃ好きなキャラクター。むしろ幸先が良すぎるんだけど大丈夫でしょうか。あ、これは同じだ。順風満帆の順ですね。なんか随分いい感じに出てますけど。これでススミとフボボが最後の2個で出たら、めちゃくちゃ引きが強いですよね。どうでしょうか。有言実行なるか。ススミとフボボ。せーの、よっしゃ。あ、びっくりした。ピンク。今プッキーかと思いませんでしたか。マジ被ったかと思った。被んなくてよかった。あん、あんって書いてある。安心だ。気持ちを表すかのように安心のあんでした。はい、これサティロスロリーですね。かわいい。これはロマンティックリングみたいな、リングシリーズの時のロリーちゃんと顔がそっくり。さあ、最後の1個、スズミとフボボ、どっちか来てくれますかね。マジで気になる。スズミとフボボ、どっちか来てほしいよ。せーの、よいしょ。赤。
ートビーンでした。でもね、スイートビーンね、好きなんですよ。かわいい。マジでスイートビーン好きだから、嬉しいです。なんか全部いいの来てくれた。っていうか全部いいのか。後ろに書いてあるの、あ、ハツだ。ちょっと難しい感じのハツでした。せっかくだからお隣に置いちゃいました。このススミとフボボ気になる。気になるって言ってもう一袋欲しくなっちゃうところが恐ろしいところですが、でもね、とっても可愛い5個来てくれて、スカルパンダも来てくれたし、いい内容だったと思います。それでは360度ぐるっとお楽しみください。今回の動画は本当はクリスマス前にアップする予定でいたんですが、編集が全く間に合わず、随分と遅れてお正月間際に投稿となってしまいました。動画の最後に少しだけクリスマスディスプレイの様子を載せさせていただきましたので、今年はこんな感じだったんだなぁと思ってご覧いただけたらなと思います。開封途中でご紹介が漏れてしまったんですが、ディムーの三つ子ちゃんのフィギュア、氷のケースのメリークリスマスの部分は数字のパーツに交換が可能でした。大切な部分をご紹介漏れしてしまってすいませんでした。数字はすべて一つずつなので、思いつく数字の配列がなくって、まあ、とりあえず0123っていう感じで並べてみました。クリスマスが終わるとあっという間にお正月なので、次のオールスター系のお正月フィギュア発売が楽しみだなーっていうふうに思いつつ、次回は任天堂ショップでの購入品紹介をしたいなと思っております。そしてこちらが最後にちょこっとだけおまけで、今年のクリスマスディスプレイこんな感じでしたという、ご紹介になります。一時期トルコランプにハマったことがありまして、その時に作ったランプと共に飾ってみました。トルコランプのランプシェード部分の手作り体験っていうのもすごく手軽でかつ面白いので、気になる方にはぜひおすすめです。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。フィギュアライフおちゃみのチャンネルでは、ポップマートをはじめとしたフィギュアの開封動画のほか、カスタムペイントやディスプレイの制作、キャラクターグッズの購入品紹介、まれにテーマパークなどのお出かけ動画を配信しております。今後も興味のあることはどんどん取り入れていきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただけると嬉しいです。次の動画もぜひ見に来てください。またねー。